いや、お前らどうなのって。私たちも結婚するの。結婚します。離婚したら俺と結婚しろ。結婚って楽しい？まあそれはお前楽しいだけじゃねえよ。俺貴子に会いたくなったんだ。ようじゃねえよ。なんでって友達の家にいるのがおかしいか。智也さんは本当に結婚したいの？僕じゃいけませんか？私きっとあなたのことが嫌いなの。智也は今夜帰らない。別の女のところにいる。今まで一度でも人をちゃんと愛したことってあるのか？あいつはお前の人生を食いつぶす。あいつを選ぶならお前は自分の未来まで傷つけてるんだ。これから1時間本音しか言わないゲームだ。たけしはさっきから分かんないって言うけど分かりたくて来たんだろ。確かにリスクの高いゲームだよ。もう友達じゃいられないかもしれない。なんで付き合ってんのか不思議だな。おばさんに惚れちゃったの？分かんねえ。俺はな、好きな女をずっと大事にしてきた。大の大人がわざわざ二人消えたんだから探しに行く必要ないよ。誰かを好きにならないと人生なんて虚しいでしょ。